2021年9月、山は平湯温泉平田間にいた。小高連峰の登山基地、大司令の宝庫、上高地へ行くためだ。共に牧歌訓練をする息子とバスに乗る。往復2090円だ。コロナ禍で空いている。助かった。ギャン泣きしないか不安だ。脇汗がぐっしょき。ほっと安心。寝る子は育つ。ね、ありがとうございました。寒さ対策にブランケットを巻く。バスターミナル付近はとても静かでした。こんな前では考えられない風景です。上高地の環境に順応するためシンボルのカッパ橋へ向かいます。アルピニストの憧れ、小高連峰が見えました。清流あずさ川のせせらぎと小高連峰に胸が高鳴ります。少し曇っていましたが、カッパ橋からは小高連峰や焼け岳を見ることができました。さあ、ここから息子牧歌特訓開始です。牧歌重量は12キロを超えます。これで UTMF 完走に向けての歩行技術と体幹を鍛えます。心を無にして歩きます。上高地の大自然が心を浄化してくれます。歩き始めて15分、すでに足に疲労が。大きなザックの登山者です。訓練に気合が入ります。全集中、牧歌の呼吸、早歩き。訓練の最中にも自然教育を忘れません。これが UTMF スタイルだ。低体温の兆候です。山で冷えば命取りです。早急に冷え対策をします。ブランケットか。この訓練は大きなリスクを抱えてます。絶対に転倒は許されません。中間地点の明神館に到着。上高地随一のパワースポットで体を休めます。急峻な明神岳がこっちを見ています。後半に備え、補給食を摂取します。山で焦りは禁物です。無事下山するために確実にエネルギーを補給します。征服すべきは山の頂上ではなく自分自身だ。食事は体温調節に役立つ。
心を燃やせ、体温を上げろ、かぼちゃを食べろ。上高地でかぼちゃを食べたという経験がいつか君の大きな財産になるだろう。俺は信じる。かぼちゃを信じる。厳しい環境での授乳はスピードが命だ。ミルク感は欠かせない。またね、うん、休息を終えたら特訓再開だ。北アルプスの総鎮守、穂高神社を目指す。明神橋を渡る。圧巻の景色だ。己の心と向き合う時だ。神聖な空気に身が引き締まります。境内の茶屋は観光客で賑わっていました。明神池へと進みます。拝観料は300円です。手前の位置の池では人だかりができていました。写真撮影の順番待ちです。先に二の池、神秘的な雰囲気から強い霊気を感じます。御祭神の穂高美濃命が祀られています。瞑想に入りました。明神池はその美しさから鏡池と称されます。神聖な場所で心が浄化されました。穂高神社を後にして帰路に着きます。神が降りたとされる上高地で牧歌訓練を行い、山尾は充実感を得ていました。山尾の UTMF への道はまだまだ続く。よろしければチャンネル登録や高評価の方をお願いします。以上、山尾 UTMF への道でした。